こちらのシステムに使われているのはカメラと AI です。人との距離が2メートル以内に入るとこのように警報音が発せられます。アマゾンは感染対策として全国21カ所の物流倉庫などでこのシステムを導入しました。 AI がカメラに映った従業員同士の距離を分析し、2メートル以内に近づくと画面上の円が赤色に変わり、同時に警報音を出して距離を取るよう促します。このシステムのソフトウェアは公開されていて、企業や個人でも無料で導入できるということです。